岐阜県各務原市川島町にあるアクアトト岐阜では季節や年中行事を表現するテーマ水槽を展示しており、今回は岐阜県の夏を象徴する鵜飼を水槽の中で表現する展示が行われています。アユ30匹が元気よく泳ぐ水槽には鵜飼の写真が飾られ、オレンジ色のライトでかがり火の揺らめく光を作り、鵜が飛び込んだ先の世界を表現しています。鵜が飛び込んだ先の世界ってなかなか普段見ることがないと思いますので、アユたちの元気な動きも注目していただければと思っています。この展示は8月31日まで開催されています。